新パックで手張っておりまして、最強デッキ決定戦の動画が遅れてしまって申し訳ございませんでした。本日よりまた連続で投稿していきますのでよろしくお願いいたします。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日も歴代最強デッキ決定トーナメントの様子をお届けしてまいりたいと思います。本日は準々決勝第3試合第4試合こちらの様子をお届けしてまいりたいと思っております。それでは早速参りましょう。デュエルスタンバイ。さあ準々決勝第3試合、根性ヒーロー VS アンティフィアですね。基本的に赤いコイン出した方の勝ちっていう説あるんですけど、このデッキ対決って10代くんこれ赤いコイン出せたんでワンチャンありますよ。さあアンティフィアワイバーンの効果発動、ワイバーンでアンティフィアリアクタードラゴンを手札に加えていく。おお、オッケーこれいや、これいけるんじゃない、これいけるんじゃない、これまず一回ちょっと局所的ハリケーン打ってからのがいいんじゃないかな。 OK いいよ、10代いいよ、フリングいいじゃん。でこれで陣掛けしてドリル出して、これワンキルするにはデスティニードロー必須なんじゃない、これデスティニードローでドリル外をして2ドロー、あっいったんじゃない、これいったでしょ。バイオンの効果発動、バイオンの効果によってデッキよりヒーローモンスター1体を墓地に送ることができる。そしてバイオンの効果発動、バイオンは墓地のヒーローモンスター1体を除外し、デッキより融合カードを1枚手札に加えることができる。そして手札にはヒーローモンスターが2体、そして場には1体、いけ10代融合発動、全然10代のカードではない、3体のモンスターを融合して全然10代くんのカードではない、ヒーローが降臨していくぜ。赤い彗星ビジョンヒーロートリニティを融合召喚5000。うわー、そして俺のバトルフェーズはまだ終了していないぜと、ビジョンヒーロートリニティを対象にとってこのカードを墓地に送り、エクストラデッキよりマスクトヒーローアンキを特殊召喚。きた、これ10代くん勝利、まさかの展開、大波乱起きていく。しっかりとヒーロー勝ち上がったぞ、みんなやったぜ10代。さあ準々決勝第4試合、大将打天使 VS 芝刈り知らねえの対決見ていきましょう。大将打天使なんてのはね、もう完全にいなくなりますから、環境からもう見納めといったところでしょう。芝刈りもまあ今このデッキ3積みされているので、これもなくなるんですよ。だからまあなくなるデッキ同士の対決です、もう見納めです。さあモノノフの、が除外されたことによって墓地の知らぬいを回収していく。さあいいですね、今のところまあまあ動けているんじゃないでしょうか。まあ、あとは墓地に何があるかっていう話はありますけども、墓地帯道落ちてればまあいいけど、まあ帯道落ちていない、まあ、ただ助けると落ちてるし、カイドロード落ちてるから、まあライフ削りづらいことはないでしょう。さあ知らぬいの、影物の効果によってリリースして、レベル2のチューナー妖刀知らぬいを特殊召喚していく。そしてまあ4-2でシンクロしていくって感じですかね。まあ防御札があれば一応あやかし神っていう選択肢もありますけども、さあどうでしょうか。ああなるほど、キツネいる、キツネいるのちょっと強いですね。キツネいるんだったらまあ3と4をリリースして8シンクロするとかもありますけど、まあ、キツネ出しておけばほぼライフ取られないんで、まあ、カイトロイドとタスケルドンがあるんで、まあ、そんなこと心配する必要ないかもしれないですけど、じゃあ9秒のキツネの効果を発動。あなるほど、4-2-4も墓地送っちゃう。で次のターンシンクロできるようにしながらの影物効果で除外された場合、除外されている知らぬいを特殊召喚。おーいいですね、結構強い。この盤面はあやかし神にならなくてエンドでいいんじゃないですか。これはあやかし神なんてもなんなくて、まあ、防御が強ければいいですけど、なんないでエンドも強いですよこれ。モノオフがね場に残っていて墓地に知らぬいがあるっていう状態すごい強いんで、ああなるほど、モノオフが結構辛いんですよね。大将打天使って大将打天使結構モノオフが結構辛くて、こいつ結構やばいんですわ、やってること。なるほど、結構そこそこハンドは強そう、打天使側も。さあまずはリュウさん、打天使を普段使っていないのでどういう風に回していくか分かっておりません。これあら、あ来た、いやー取り違い、来た取り違いだ。
これはやばいことが起きた。次のターン終了時までお互いにドロー以外の方法でカードを手札に加えることができません。デッキから。これはまずいです。さあ、まあどうすればいいでしょうか。かなり難しいですが、まあここはいったイシュタムを捨てて階段を捨てて、まあそうですね、特殊召喚していくということしかできないかな。でこれ結構やばいのは、あの宮塚さん墓地に1枚落ちてるんですけども、もう打天使の効果でその追放を、まあ、コピーして使うっていうことができないんですよ。取り違いの効果で、取り違いはあのドロー以外の方法でデッキから手札にカードを加えることができないので、これね追放が実死んでるんですね墓地の。あ、一応親族は落とせた。デッキトップ親族は落としていく、しっかりと。なるほど、これまあちょっと運ゲー要素ありますけどね、まあ、ありますけど、まあ、一応親族落としたのはでかい。ただね、このモノロフっていうカードがダメージステップまで効果をがめることができるんで、その親族で無効にほぼできないんですよね、モノロフの効果を。これかなりきついです。さあ闇遊戯選手どうするか。まああとはあのこの取り違いの効果が効いているこのターンに決めきる、盤面を取り切ることができればもうほとんど打点石側きついかなと思うんですが、一応階段があるんでもう一回盤面を作り直すよっていうことはできるかもしれません。次のターン、ライフが残っていれば、ライフが残っていればですけど、まあ、ライフはなんとか多分シンズルで回復できるんでギリギリ残るんじゃないかなと思うんですが、さあどうでしょうか。さあ闇遊戯選手も悩んでおります。セット。さあこれは割と環境デッキ同士の、環境トップデッキ、最近のね、最近の環境トップデッキ同士の対決になってますんで、私もかなり実況解説が真面目になっております。さあモノロフの効果、モノロフの効果を使ってモノロフを紹介する。はあ、まあここは一旦無効にせざるを得ないんでしょうかね。これ一旦無効にせざるを得ないといったところでしょうか。さあマスティナの効果発動、真珠の打天使の効果、相手のフィールドのモンスター1体を選んで効果をターン終了時まで無効にします。これによって一応適用されなかったので、まあ、除外はされないよといったところでしょうか。さあモノロフの効果によって宮塚さを回収し、知らねえが9シンクロ入ってないと思うんで、まあ、やるとしたら7シンクロだと思うんですが、さあやかし神知らねえか何かですか。ブラックローズドラゴン、これはきついこれはきついですよ。これ階段の効果を使って蘇生しようとしますが、結局これ全部ぶち殺されるんで意味がありません。蘇生する意味はなかった特に。さあプレイング頑張っていく、プレイング頑張っていく。今多分おそらく取り違いの効果をこれ忘れてたと思います。おそらくこれ確かプレイング中、確か龍、選手おそらく、あ取り違いだったっていう、追放使おうと思ったら、あ取り違いだってなったと思います。確か早期記憶しております。さあトークンが2体出て、でキュービの狐の効果発動、フィールドのモンスター2体を墓地に送り、アンデッドのモンスター2体を墓地に送り、自身を特殊召喚、そして妖刀しないの効果、墓地より自身とそれ以外のアンデッドモンスター1体をゲームが除外し、アンデッド族新規のモンスター1体をエクサデッキより特殊召喚できます。さあ除外したのはゴズキ。さあここでアンデッドスカルデーモンを特殊召喚。さあこのアンデッドスカルデーモンの効果によって相手のフィールドのアンデッド族モンスターは全て効果で破壊されなくなりました。さあこれは厳しい、取り違い強すぎ、取り違いえぐいな、あのカードでも最強だな取り違い。ちょっと龍選手の打点値がガバかったな、許して。